皆さんどうもこんにちは、さくらチャンネルへようこそ。はい、ということで今日はね、何をやっていくかというと、ずっとねちょっとやってみたかった動画をあげたいと思います。何の動画かと言いますと、音フェチ動画になります。イエーイはい、ということで、そう、なんかね、最近時間があってもあってもやりたいことが多すぎて幸せなんですけど、なんかもっと時間が欲しいなっていう感じで、そう、そうすればもっといろんな動画も撮れますし、編集にも力入れてるのになって思うんですけど、そう、そんな感じの最近のさくらでございます。こう、はい、いろんなね、こう物を触る音とか、そういう音だけを撮った動画なんですけど、だから声とかは入ってなくて、その音を楽しんでもらう動画になってるんですけど、でここでちょっと注意点なんですけど、ちょっと音にね、音が敏感に聞こえてしまったりとか、あとはこうちょっと人によっては不快に感じる音っていうのもあるかなって思うので、そこだけちょっと注意して見ていただけたらいいなと思います。あの、基本的に私が好きな音だけを集めてるんですけど、ただね、音を集めただけではなくて、あの、私のね、一日の中に溢れている音を今日集めてみたので、それをね、見ていただけたらいいなと思います。ちょっとね、暗い画面は暗くて音だけが入ってるっていうのと、あとはちょっと動画映像も流れるんですけど、でも入ってるのは音だけっていう2パターン入ってます。はい、なのでちょっとね、私的にはもう好きだなっていう音が結構入ってるので、ちょっと見てもらったらいいかなと思います。はい、ということでね、早速やっていきたいと思います。はい、それでは早速